chicken. I grew up or fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. 藤木くん、君は今できるか。どうしちゃったんだい、長澤くん。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ごましおです。今回はですね、お金稼ぎ紹介していきたいと思います。今回のお金稼ぎは低予算向けなので、また本当にね、初めてやるような人向けて、アリーナがね、いくらかかるのかとか、準備にお金いくらかかるのかっていうのを紹介していきます。まず、アリーナ、ワークショップフロアというね、ところが必要となり、整備士などを雇ってもらう必要があります。だいたい200万ぐらいです。そしてね、それ以外に最低限必要な RC カーというものが必要となります。これ、南サンアンドレアスで RC カー、RC バンディードってやつですね。これ150万ドルぐらい。もうトータルでね、350万ぐらいですね、もう使ってます。では、今回ね、車両複製をするっていうわけではなく、車両をね、空売りするみたいな感じで、売っていないのに売ったことになるみたいな感じなんですけれども、その元となる車両が必要です。まず、ベニーズの車両で、5万ドル以下の、売値、要するに価格で売っているものですね。5万ドル以下で、購入できるもので、超高額なカスタムをするもの、LG レトロカスタム、またはサルタン RS などを使います。それぞれね、LG、RH8 をアップグレードしたりとか、サルタンをアップグレードして、サルタン RS となります。大体カスタム、フルカスタムの場合は200万とか180万とかかかりますね。まあ、全部カスタムね、予算ない人はね、フルカスタムしなくても大丈夫です。そして、犠牲車両となるね、LG、RH8 が必要となります。これ、無料です。ソーシャルクラブに加入しては無料です。ソーシャルクラブの加入方法は固定コメントから初心者講座というのをね、参考にしてみてください。メールアドレスさえあればね、PS4 とそれだけで加入が可能となります。そして、アリーナの近くにね、どこかガレージを持っていると便利です。まあ大体安くて5万ドルぐらいとかなんですけれども、まあ10台ガレージとかでもいいかなということで、10万ドルぐらいのまあアリーナの近くだったらここら辺がいいかなということでね、ここのガレージ用意していきます。まあもっとね、予算ない人とかはもともと持っているところを使っても大丈夫です。で、その中にね、車両1台は入れといてください。そうすることで、アリーナの中の車両がね、まあ元に戻るというかね、消えてるっていう状態がなくなります。外から車を乗り出すということですね。そしてアクションメニューから、出現位置をその10台ガレージとかにしておきます。必ずね、出現位置、ガレージにしておいてください。で、スタイル変更などをして、画面の右下に金色のくるくるセーブアイコンを出すようにします。では、ここから、アリーナワークショップフロアというのは一番上の階です。ここでは車両に乗り込んで右十字キーとかを押すと必ずアニメーションが入り、おじさんのね、カスタムショップに行くようになってます。それをバグらせていきますね。今回左側がサルタン RS、 最高額で83万ドル程度、レジレトロカスタム、こっちの場合は最高額でだいたい97万から約ギリギリ99万ぐらいね、行く場合もあります。では、いよいよやっていきたいと思います。無料の LG、RH8 もね、アリーナワークショップフロアに用意しておいてください。まず、RC カーのね、前に立つ前に PS ボタンから Spotify というね、GTA アプリと違うもの、一時中断するものをね、用意しておきます。例えば YouTube、これでも OK です。この画面を出しておき、PS ボタン素早く2回押せば、このようにゲーム画面にすぐ行き来できるという、どちらかの準備をしてください。RC カーの前に立ち、左上に文字が出ている状態で右十字キー、PS ボタンを押したら素早く Spotify を開いて丸を連打します。で、このようにね、HDCP 有効にするっていうのがね、オフになっていると、このようにね、アプリを開かずに GTA アプリを一時中断することができます。これの設定についてなんですが、システムのところでね、HDCP という有効をチェック外しておくと、このように一時中断がしやすいです。これね、アプリね、今やってる状態で、プレイしてる状態でこれやっちゃうとアプリ閉じちゃうことになるので気をつけてください。では、もう一度 GTA アプリを開き、注意画面を丸。そして自動的にストーリーに戻されます。ストーリーに戻されたら、今自分が照準、自由照準になってるか確認してください。必ずね、自由照準か自由照準アシストにします。で、オンライン。で、招待限定セッションに参加です。こうすることで、さっき自分が、設定した10台ガレージなどの出現位置に出てきますね。そしてここから乗り物は何でもいいです。まあ、オプレッサーマーク2とかあれば便利なんですが、予算少ない人はね、全然ね、普通の、野良車両とか拾ってきたの突っ込んどいてもいいです。で、それで外に乗り出してください。で、そのままアリーナの中に入っていきます。アリーナの中に入るときは、この車両は突っ込まずに歩いて入るようにしてください。そして一番上の必ずアリーナワークショップフロアというところに行ってください。元となる車両、そして犠牲となる車両がある状態。まず元となる車両に乗り込み右十字キーを押します。そうするとその場で、要するにこのようにカスタム項目が出る場合が成功です。この状態からカスタム1箇所変更してください。そしてそのまま売却を○○○としてください。この状態、一時的にセーブがかからない状態なので、このまま売却をしても真っ暗画面になります。真っ暗画面になったら PS ボタンからコミュニティで、例えばパパテラフレンドコミュニティやパパテラ7コミュニティ、こういったものに参加。そして、ただいまプレイ中から、だいたい5分以上ね、やってるような人に、まずセッション参加というのを押してみてください。読み込み入ります。警告画面が出ます。そしたら PS ボタンを素早く2回押して、もう一度同じ人に参加。注意画面が出たら×。で、三角で降りてください。これ注意画面出ない場合はね、違う人に参加してください。では、犠牲の車両となるエレジー RH8 に乗り込みます。で、右十字キーを押してください。右十字キーを押すとカスタムショップに入るようになります。今、サルタンをね、売却しているというね、状態になっているのに違う車両でカスタムショップに入ったことになりました。なので、×をしてワークショップから出るを選択します。そうすると真っ暗画面になり、サルタン RS を売ったことになっているようで、実はエレジー RH8 をこの価格で売ったというバグった状態となります。必ずね、売却制限気をつけてください。1日3台程度、それぞれ1時間半の間隔を空けると安全です。では、連続でやる場合は、スタイル変更、画面右下、金色くるくるのセーブアイコンを出したりします。今度もうちょっと高いものをね、使っていきます。エレジー RH8 をアップグレードしたエレジーレトロカスタムを使いますね。RC カーの前で右十字キーをして素早く Spotify などを開きます。で、GT アプリをもう一度開く。そうすると注意画面を丸。そのままストーリーに戻されていきます。ストーリーに戻されたら、そのまま招待限定セッションに参加ですね。もうすでに自由照準になってると思うので、招待限定セッションに参加。そしてガレージなどに出現していきます。ガレージに出現したら、ガレージの中の車両を外に乗り出します。外に乗り出して、そのままアリーナのワークショップフロアという一番上のね、階に行ってください。普段ワークショップフロアでカスタムね、ショップに入ろうとすると、おじさんがね、いるところのアニメーション見えますね。あれが出ない状態の時だけ成功なので、もしもおじさんのまあ映像が見えてしまったらやり直してください。そのまま売却はしないようにしてください。では、LG レトロカスタムに乗り込み右十字キーです。ここでこの場所でカスタム項目が出るときのみ成功です。で、アーマーなどを1箇所変更して売却を押します。売却をして真っ暗の無限ロードに入ります。その時ですね、今度 PS ボタンからコミュニティで、自分と違う照準を探しているときに、例えばですけれども、このただいまプレイ中で、まあ、ランダムでね、5分以上やってる人にね、参加をしていきますね。で、参加というのを押した後に読み込みが入り、警告が出ます。で、もう一度 PS ボタン素早く2回押して同じ人に参加したのに、また警告の場合は、これダメなので、また違う人に参加です。で、警告が出たら、もう一度 PS ボタンを押して、素早く2回押して同じ人に参加の注意画面が出た時だけ×をして三角で降ります。で、エレジー RH8 に乗り込み右十字キーを押します。そしてこの状態で1回×を押してからワークショップから出るを押します。そうすることでエレジーレトロカスタムの売却の価格がエレジー RH8 ですることができました。売却制限だけね、気をつけてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。